これ見てくださいよ、ほら。もう今帰ってきてね、また見てるんですけどね。アルファ・ロメオが、あー、アルファ・ロメオ車検やった。すごいよ、これ。えー、?2 枚目あんねんねこれ。2枚目があんねん、これ。これ。ほら。5やろ、これと。部品代だけやで。 34万8920円<笑>ちょ。笑うしかないもんな、これな。ちょっと領収書ちょっとあれやけど、ほら。これね、実は、あの、これ、部品代だけやねん。これ車検は車検で、また別で、あの、ほら、あの、自賠責とか入らなあかんやん。んで、結局ね、40万、40万オーバーやん。これ。んで、えー、 主にやねんけどな、あのー、やっぱりパワー,ーステアリングのギアボックス、パワーステのね、ギアボックスからあの、オイル漏れがしてた。えー、そんなオイル漏れんのんって僕ら思ったけど、あのね、写真ちゃんと見してくれんのよ、車屋さんって。見たらやっぱり、あ,あるなって、これ。で、あとバッテリーがね、えー、ず,ずっと置きっぱなしやったから、 あの、バッテリーが上がり気味やって上がり気味やったから、もう、ついでやからバッテリー変えてくれたらいいよって言って、これもね、実際、あの、せこい話だけど、あの、自分で買ったらね、こんな金額しない実は。バッテリーとかね。で、あと、右、右のね、えー、テールランプがね、あの、アルファの名をちゃんと警告と出るんやんか。あの、 ライトブレーキライト切れてますよ言うて何回かねあの出ててんけどアルファロメオに持っていったらあのちゃんとついてますって言っててんけどちゃんとブレーキランプついてますよ言っててんけど実際見たらねあのウインカーっていうか後ろのブレーキランプのところがあの電気系統がショートしてて結果としてあの配線全部やりかえてもらってん。 もうこの機械にもお金かかるんやったら、お金かかるんやったら全部やってって言って、フロントからリアまで全部、あの、やってもらって。で、あと、全部やってって言ったら、タイヤのね、空気入れるあの、エアのバルブやな。エアバルブまで <laughs>、固着してて、あの、交換して、部品代だけで30、 何万やで、これ。確かにね、あのー、これ見て。34万8920円。で、あのー、それと車検代やねんな。普通の車検であるあのー、標準コースとか、あのー、自賠責とか、いろんな税金類やな。重量税とかって入れたら、40万突破すんねん。もう。でね、8月に、去年の8月に水が、 ガーって来た時に、若干濡れてんねん、下が。若干濡れてるって言い方が当たってんねん。ほんで、下回りも洗ってもらって、で、綺麗にしてもらって、結果、40万超え。で、これがね、一応、えー、気になるところとしては、アルファロメオ。あのー、一定期間よりか前のアルファロメオは、エンジンがあの、ツインスパークエンジンやねんな。1気筒あたり、 一気筒あたり二つ点火プラグがあって燃焼効率上げるためのあのやつやねんけどまあプラグはね今回は交換はしなくて大丈夫やろうってことやねん。うん。これね。これがパワーステのステアリングのあのオイル漏れんとこやねん。あのね、えー 一年半ぐらい過ぎたあたりから何回かギアが抜けたことあってあの、アルファルメオ、ギアがね、スポーン抜けて、あのー、機械式のミッションやねんけど、あの、ギアが抜けることが何回かあってんけど、その原因がこれじゃないかなと思って何回か抜けて、で、エンジンが、あかか,かかれへんようになったことがあってんけど、これじゃないかなって、あの、FF やから、FF じゃって、 フロントエンジン、フロントドライブやから、あのー、エンジンと、あのー、まあ、駆動系やな、は、あのー、一連択笑みたいな言い方なんのかな。で、きれいに洗ってもらって、して。で、これが後ろのリアの、えー、配線関係、きれいにしました、っていうやつね。 イタリア車ってもう車内のかなとかっていうところがこんな感じやね。これがあ掃除してもらったところね、プラグ。で、これがリア。リア周りのところの、あのー、ブレーキランプが消えてるところね。だからこのケプラ、カプラっていうのかな、この部分自体を取って、あの、もう新しいのに取り替えてもらってんねこれ。こういうとこやっぱりね、あのー、専門の車屋さんの方がやっぱ分か,やっ,ぱ分かってくれてるよ。 うん、ちなみにこれ何やけど、これ、あの、燃料入れるとこやねん。うん。これ。なあ。あとはこれやな。ここが、こ,こびて、ほら。これがね、えー、青色。すごいな。これ。これだから水に浸かった、水にね、浸かった時にこうなった可能性があんね水に浸かったからこそ、 ここから、あのー、錆びてっていうのかな。全部これもだから洗浄してもらって綺麗に。飲むしゃないよな。僕はね、あのー、他の人がどうか知らんねんけど、僕はね、あのー、一回勝った車っていうのは、一回勝った車っていうのはね、自分がもう諦めるまで、諦めるまでその車ずっと乗りたいねん。あのー、 この車はどうしても乗らなあかんねんっていう言い方はね、もうディーラーとか、あ車屋さんがもうあかんでっていうまであの諦めずに乗ることがあ責任やと思ってるんですよ、これだから。きっついで40万超え。その代わりね、あの綺麗になってるから、次の2年後やな。2年後はいけんちゃうみたいな。 今日もだからお金払ってるときにな、あのー、クレジット、クレジットダメなんて聞いたら、やできたらクレジットやめてほしいですって言って、5%引かれるかなってするよな、クレジットは。で、結果、あのー、現金やな、あのー、出してきて、うんやねこれ。けどね、あのー、 ちゃんとね、えー、部品交換さえしとったらね、イタリア社はいけるで。いける。で、今日もね、だから話しとってけど、えー、チンクエチェント、フィアットね、500、フィアット500が、もうあの、生産中止やねんな。フィアット500が。あの、在庫、在庫切れ、在庫切れした時点で、えー、電動化にフィアットが踏み込むから、チンクエチェントも、 実はもうないねあのねえー、チンクエチェントが生産中止っていうのをアナウンスされてから僕もあるどこか聞いてんけどフィアット500の値段があのー、中古価格が10万から30万ぐらい押し上げたらしいであのー、チンクエチェントがなくなるって言ってからそれとあのー、外国人の人やな 外国人の人からメールが来ててあのイプシロンやな2気筒のえフィアットの2気筒のエンジンを売ってくれ要はあのイプシロン自体売ってくれっていう人メールが来てたもんな、うん、うちだから今あー BMW もあれ実はあの外国人の人が年に何回かぐらい来んねん売ってくれって言って「いやいや」って言って いやいや言うてんねんけど、BMW 売ってくれって言う人おんねん。お金払われへんやろってあんたって、外国人のちょっとよう分からへん人が来て、売ってくれって言うねんあんたお金払えるわけないやんって言うねんけど、現金で払う、現金で払うとかって言って、アルファロメオもその時言われてよう見とんねん、アルファロメオ。今日もだからあのディーラーでね、アルファロメオのディーラーじゃないけど、車屋さんで言うとったん で、その後も言っててん。んで、えー、そこの車屋さんは、あの、メカニックの人メカニックの一人が、アルファロメオ乗ってんねん。ミトかなんかに乗ってるって言ってんけどな。だから、よう知ってんねん。だから、僕のアルファロメオ、ミトはないねんけど、僕のアルファロメオは、あの、後ろに四つ葉のクローバーのマークがついてん。四つ葉のクローバーついてるっていうのが、 こののアルファロメオスステータスや、うん、セレスピードっていうのと横にあの四つ葉のクローバーのマークがついてん今日もだからあのそんのな話しとってんやん。ほんだからあんまり知らん人が言うたら「その四つ葉のクローバーって何なんですか?」。アルファロメオの四つ葉のクローバーはホモロゲーションモデルやん。レースに出れる車両にだけ四つ葉のクローバーがついてんねんって。 うん、であとうし横シート運転席にあのドゥカッティのマークがついてん。でボンネット開けてもそうやねホモロゲーションモデルやからある小細工がボンネットの中にあんねなあ普通の神経の人やったらもう乗,り乗れへんっていう選択肢はあれやろうけど僕の中ではあんねんでこれは。 東京までわざわざ取りに行ってやで。東京までわざわざ専門店に取りに行ってや。乗って帰ってきて、えー、苦楽を共にしたって言ったらまあ言い過ぎるとこあるけど、やっぱり乗って楽しい乗り物ではある、アルファロメオ。うん。田舎のおじいちゃんとかおばあちゃんはな <laughs>、田舎のおじいちゃんとかおばあちゃんは、 あの、この車どこのメーカーなんて、要はアルファエって読まれへんから、この車どこの車なんとかって言ってるの聞こえるときあるもんな。アルファロメオうん。んで、ちなみにやけどあのー、いつものローソンとかでもね、今日モスバーガーもね、久しぶりに行ってんけど、あの、いつも同じもん頼むから、店の人も覚えてんじゃんか。今日たまたま来て、 久しぶりですね、って言うから、あ、ご無沙汰してます、とかって、モスバーガーで。今日、アルファロメオ帰ってきません、って言ったら、アルファロメオみたいな。人の名前や思ってんねんな。<laughs> アルファロメオって人の名前や思ってる人おんねん、言ってす。ローソンでも言ってた。アルファロメオって何なんですかって言って言うから、車の名前やんって言って、メーカーの。で、言ってたら、あの、ローソンの店員さんも、 アルファロメオって、どこの国の車ってイタリアやってて、アルファロメオ。フェラーリしてるやろって、フェラーリ。フェラーリしてますって言うから、フェラーリの創設者、フェラーリの創設者のエンツォ・フェラーリっていう人は、アルファロメオのドライバーやってんでって。それぐらい歴史のある車メーカー、アルファロメオ。 ちなみにあの、アルファロメオのディーラーで言ってたけど、この田舎でアルファロメオ乗ってる人って4人乗ってるらしいわ、この田舎で。この辺で4人乗ってんねんってアルファロメオ。僕と、あの、車屋さんと、あと2人やん。でな。<laughs> 少なまあ、けどな、もうお金がいる話してもしゃあないからな。うん。まあ、けど1月から車検出してて、 1>, 1月車検出して、今日5月の2何日やで。こんな長期間、あの、車検で帰ってけえんかってことて珍しいと思うわ。とかって言うねんけど、僕の BMW は、6ヶ月やったかなホイールが決まれへんって言って、ホイールが、マグネシウムのホイールが、マグネシウムのホイールが、あのー、あれやんか、日々が入った時って、 6ヶ月帰ってけんかってんで、BMW ですら。うーん。けどね、もうしゃーないから。で、今回も、えー、BMW はあのー、フロントスポイラー交換すんねんけど、元通りになるかどうか分からへんって言われて <laughs> バーンって傷がついてんけど、取り替えた取り替えてあのー、色あ、色合わせ、色合わせが終わったって言ってたわ、今日。 色合わせが。だから、あの、そのままつけても、ちゃんと違和感ない状態でつけてるっていうのは今日確認できてるから、あと何日間かで返せると思いますって言われてるんだけど、うん、BMW もかかるよな、お金、ね。もうね、ここに、田舎に来て、田舎に BMW 持ってきてからって言ったらね、BMW だけでもね、200、 200万近いお金かかってんで。BMW だけ。あのー、大阪でほら、アクアに突っ込んで来られた、アクアのおじいちゃんに突っ込んで来られたん別、別館でやで。アルファルメは、あちゃちゃちゃ、あのー、アクア突っ込んできた別館で、BMW だけでも200万ぐらいかかってんで。修理代で。点検とか、車検とか、ホイール割れたら何度か言いながら、200万ぐらいかかってるわ。 けどね、治ってきたら、治ってきたら、200万払っても喋らないかなって思わせんねんで。アルファロメオもそうやねん。今日1日乗ってたんやけど、1日乗ってたら、やっぱりアルファロメオっていい車やなって、アルファロメオっていい車やなって思うねん。うん。フィアット乗るやん。フィアット500、チンクエチェント乗るやん。こじんまりしてるけど、乗ったらやっぱりね、 日本車よりかは、やっぱり日本車よりも、あの、チンクエチェンド、フィアット500はあの、乗ったら、日本車よりかはいいなって思うぜ。で、今日、あの、ちょっと、車、ここ、えー、都合上今あ、6台、6台車置いてんねんけど、6台。<laughs> アホやろみたいなとこやな、6台。 6台止めてんねんけど、今日ね、あの、表、前と後ろで、あの、前と後ろ、前と後ろってやって止めてんねんけど、あの、今日、イプシロンやな。久しぶりにイプシロン乗ったけど、やっぱ、イプシロンもええ車やで、ほんまランチャーやねんけど、クライスラーやねんけどな、クライスラー、イプシロンもいい車やで、今日、言っててん、今日、ちょっと電話するとかあってしてて、あの、今日、 アル,アルファロメオ帰ってきてんってって、アルファロメオ。アルファ帰ってきてんけどって言ってたら、あのー、今車何置いてんすかここにって言って、車。で、言うてたんや。えー、日本車やったら、マツダ2。日本車やったら、マツダ2。しかもディーゼル。ディーゼルエンジンのマツダ2。で、車専用オーリス。オーリス。車専用オーリス。 で、フィアット500。で、クライスラー、ランチャのイプシロン。で、アルファロメオ。で、BMW が帰っていたら、最強の組み合わせや。<laughs> もう当分ね、あの、外食禁止令やみたいな。今日いきなり言ってるけど。<laughs> 外食禁止令よ、みたいなところ、うん。一見するとね、あのー、お金無駄遣いしてるように見えるやろ。これ実はね、あのー、将来的に考えたら、これね、5年とか10年後に、5年とか10年後に、僕が多分生きてなかったとしても、僕が生きてなかったとしても、多分ね、えー、全部車だけ処分しても、 まあまあのお金なんで。まあまあ。で、この5月の末やから、末までに、えー、オートバイさんが、あのー、あるオートバイ持ってきてくれんねん。今、ボーリングしてんねん、今。あの、圧縮が抜けてるから、ボーリングした後、新しいシリンダー入れて、あの、持ってきてくれたら、またあの、オートバイ、バンバンそこらで、あの、走り出して、で、車検が上がった後、車検も出すから、 車検上がった後、ええー、オートバイはね、えっと、5台。オートバイは5台だけ。5台だけはエンジンに引いれるわって言って。5台。だから、今、15台持ってん、実は。1台増えて。15台オートバイ持ってんねんけど、5台動かして、10台は、もう、動かせん。で、あの、そのうちの2、3台は、 えー、次の持ち主探そうかって言って、オートバイさんに預かってもらうか、残った10代のうちの2代もしくは3代はね、オートバイさんに預けるか、違う持ち主探すかな。オートバイさんが、オートバイさんがこの人だったらいいっていう人が見つかったら、その人渡そうかな。で、あの、北九州に1台置いてるやん。 北九州にあのホワイトベースのガンマが置いてあるやん北九州にあのホワイトベースのガンマもあれどうしようかな追ってんのよなラッピングしてあるからエンジンはかかんねやろうけどあのメンテナンスしてもしかしたら乗るって言ったらうちのバイク屋さんやなうちのオートバイ屋さんでメンテナンスするか北九州のオートバイ屋さんでやってもらうかしてちゃんと動いたらええであれ万が一動けへんかったら とんでもないことなんで、ホワイトベースのガンマは。うん。もう知ってる人を知ってるか言うで150万払ってるからな、あれ。ホワイトベースのガンマは150万払ってるから、あれでエンジンかかれへんとか、不具合ありますねん言うたら、笑われへんで、みたいな。<laughs> そんなとこですかみたいな。<laughs> ところで。な。うん。めっちゃ綺麗らしいけどな。 ラッピング、まだラッピングしたままやねん。うん。預かってもらってんねんけど、お客さんが来てたらいいけどな。預かってもらって飾ってるだけで。うん。っていう、そんなとこですか。アルファロメオ。アルファロメオね、けどめっちゃ綺麗になって書いて言いでんで。アルファロメオ。めっちゃ綺麗。うん。今日ほんで、綺麗、綺麗アルファロメオに、綺麗アルファロメオに中も片付けたから、 もう人乗せて走れるぐらい、中も綺麗にピカピカにしたから、アルファ模様。うん。で、明日か明後日ぐらいに、えー、明日か明後日ぐらいに、ちょっと大阪に出なあかんようじゃんねんな。ちょっとピンポイントで大阪出なあかんねんけど、その時はあ、アルファ模様で、アルファロメオのテストがってら、またあの、田舎道、バンバン、超高速で走っていく。<laughs> 言っとくけど、あのー、このアルファルメオって、80キロ以下のスピードメーターってほぼ見えへんからな。80キロ以下。あれね、クライスラーのイプシロンもそうやねクライスラーのイプシロンも、スピードメーターで言うたら60キロ以下見えへんねん。運転席から。60キロ以下のメーター見えへんねん。うん。チャレンジャーな車やなって60キロ以下見えへん。で、ここにあるこのキャンピングカーあるやん。 フィアットのキャンピングカーは、これ、数字書いてんの、マイル表示やねん。マイルやねん、これ。イタリアから来てるから。だから、70って書いてたら、1.5書けなあかん。<laughs> マイル表示やで、これ、スピードメーター。うん。怖いな。イタリアのとこっすか。はい。これ。な。今日もだから、ボンネット開けたら、 あのツインスパークって書いて、ね、アルファロメオツインスパークって書いてるとこかっこよかったなうんオイルは何か言っとったでワコーズのあの一番最高級のオイルやっとったけどなうんこれなあ今貧乏ゆすりしてるやろ <laughs> めったにしない貧乏ゆすり今日してるもんなアルファロメオ書いていて。 帰ってきたら嬉しかったけどな。うん。当分、そうやな、一年半、一年かかれんか。六ヶ月やな。六ヶ月ぐらい、半年ぐらいはね、ちょっと節制しようかなと思って。六ヶ月ぐらい。今月だから、BMW 帰ってくるやろ。BMW は多分ね、三十万ぐらいかかる。 フロントスポイラー30万ぐらいかかんねん。直すだけで。塗装が熱いから。BMW30 万かかるやろ。で、オートバイ帰ってくんねんけど、帰ってきて、車検も出すから、で、今度車検出すとき GB はね、前と後ろのタイヤ両方変えなあかんねん。変えてもらうねん。変えてもらうねんけど、えーまあ、それでまたお金いるから、 おそらくね、え、アルファ、アルファロメオ、アルファロメオの車検と、BMW のスポイラー。で、あと、ビ、オートバイ、オートバイやから、6ヶ月ぐらいはちょっとし、辛抱しなあかんかな。うん。ヘルメットはね、今ね、えー、雨で、雨でちょっと汚れたヘルメットはね、大阪でもう綺麗に洗って、乾かしてもう置いてある。 あとも取ってくるだけやねんけどねあのセナメットアイルトンセナのレプリカヘルメットと中島メット特注の洗いの中島セナメット <laughs> 中島メットとセナメットそれとあとねえー、あとあれあのー、ミスター国松やな国松の赤いヘルメットも洗わ,わなかんもしくは内装を取り替えようかなと思ってんな頼んで。 省エクトとライに頼んで。で、もう新しくして、えー、使おうかなと思ってんねんとかって言って、手がパッタパタ動いてるやん。<laughs> もう何や知らんけど、お金でいい話ばっかりやで、みたいな、24年になってから。うん。さ、23年。23年ぐらいから、やな、 23年はね、あっちお金話やめとっか。うん。まあまあ使ってんで、お金、使ってる。うん。なあ、プラモデル買ってる場合じゃないで、みたいな、ほんまにって <laughs>。ですかはい。<laughs>